はい、酒好きな新潟人の石戸が、今回は、またビールですね。はい、ビールです。キリンの晴れやかなビール。なんかこれ、すっげえ第三のビール臭いけど、実は普通のビールっていう。糖質が 50% オフ、国産麦芽 100% 使用。ということで、アルコール度数 5%、麦芽 100% ビールですね。原材料が麦芽とホップ。糖質が 50% オフってことは、珍しい。普通のビール、麦芽 100% ビールで、糖質 50% オフって、なかなかないんじゃない？ね、第3のビールとか、もしくはなんだ、発泡酒とかだったら結構あるけど、ね。なかなか珍しいんじゃない？じゃあ乾杯。あ、案外美味しいぞ。まあ今の時期晴れやかなっていうのは、これいつ発売したんだか忘れたけど、秋ぐらいかな。うん。あ、これ結構酸味が強い系のあれですね。ビールっていうか酸味、ほんと酸味が強い。なんか軽い系のビール、軽い。心も体も晴れやかに。あ、これイオンに売ってました。イオングループ先行販売。岩手産ホップ一部使用。美味しく味わいたい人も、体を気遣う人も、気兼ねなく楽しめるビールできました。日本の農家の方たちの手で丁寧に育てられた国産麦芽をたっぷり使用。麦に詰まった自然の旨味をしっかり引き出しました。確かな飲み応えとホップの豊かな香り。この満足感、ビールならでは。これまでにない美味しさで、いつもの食卓に、晴れやかなひとときをお届けします。うん、これあれ、霧の一番絞りっぽいね。あの味っていうか軽い系の、あんまコクがない、コクがなくて、こうすっきりしてるんだけど、どっかこう酸味がちょっと強めの、うん、感じですかね。コクがない、苦味もない、苦味もないし、なんか、うん、苦味もないし、あれだな、なんじゃこりゃって感じだね。うまい、最初うまいかなと思ったんだけど、いや、あんまり、うん、まあ糖質 50% オフですからね、しょうがない。うまみ、やっぱりビールってやっぱ糖質は結構重要だと思うよ。うまみっていうか甘みっていうのはやっぱそれなりに重要だと思いますけど、ビールにおいて甘みっていうより糖質なんだけど、糖質をオフにしたってことはやっぱりそれだけ、ほら、麦芽の
麦芽のその糖質をオフにしてるってことは、いわゆる麦芽をさ、なんか、まんま 100% こう麦芽をそのままその引き出し、うまさを引き出すんだと、結局糖質が入ってくるわけだから、やっぱうまさをね、削って 50% にしてるってことでしょ。だから糖質 50% オフとか何パーセントオフとかさ、っていうビール結構あるけど、発泡酒とかね。発泡酒とかのあの、グリーンラベルとかさ。ああいうのはいいんだよ。ああいうのは夏に飲んだりすると美味しいんだけど。だからこれもね、多分夏とかに飲めばそれなりに美味しい。大体糖質オフのやつって、大体酸味が強いんだよね。うん。やっぱ糖質がないから、味がちょっとシャープになって、まろやかじゃなくなるんだ。うん。それでやっぱ酸味が際立ってくるんだと思うけど。なんか、飲んでて本当にビールじゃねえなって感じはするね、これは。なんか全然ビール感がない。ビール感がないっていうか、これ本当に第三のビールじゃないかっていう、本当に思うレベル、これは。香りもろくにねえし、っていうかよく考えると本当に、あれだな、麦の香りもろくにしないし、苦味もないし、酸味はあるけど、なんじゃこりゃって、いうビールですね。ある意味珍しい、これは。ここまでビールで、香りがないビールっていうのもなかなか珍しいですね。うん。麦の香りっていうのが、なんか、いかんせん全然しないね。全然しないですね。これはうまくねえな。全然うまくねえな。日本の皆さん、お待たせしました。ついに糖質 50% オフのビールできました。しかも原料に国産麦芽を 100% 使用。心も体も晴れやかに。キリン晴れやかなビール。日本の農家の方たちの手で丁寧に育てられた国産麦芽をたっぷり使用。麦に詰まった自然の旨味をしっかり引き出しました。確かなホップの豊かな香り、この満足感、ビールならでは。いや、ホップのさ、ホップの、香りとかなんとか言うけど、全然しないよ。嘘言っちゃあかんよ、これは。ほとんどなんか炭酸と、炭酸もなんか弱い感じがするんだよな。炭酸もやけにそういえば弱いな。なんか炭酸とちょっと酸味があって、なんか、麦茶じゃないけど、なんか、麦茶に炭酸入れて、なんかちょこちょこっと香り付けしちゃうような味だね。これは結構なまずさ。まずさっていうか、薄さっていうか、薄っぺらい。すんごいビールとしてすっごい薄っぺらいですね。苦味もなければ、酸味はあるけど、香りもない上に、炭酸も弱いで、お前、喉越し悪いでしょ。で、まあ糖質 50% オフだけど、まあ俺糖質別に 50% オフしなくてもいいんだよな。別に太ってないからね、むしろ太りたいぐらいだもん、人間ですから。
でもやっぱ糖質 50% のビールって結構レアなんじゃない？まあ、ぶっちゃけこれ買うよか多分、あの、第3のビールじゃないけど。あ、発泡酒で糖質半分のあのグリーンラベルとかの方が全然香りはあると思うんだよな。なんでこんなに香りが弱いんだ。あれかな？キリンの一番搾りからこれ糖質除いた系列のやつなんか。一番搾り自体結構あれだったもんね。香りそんなになかったと思う。一番搾りもね。だから、まあ同じキリンだから、一番搾りからコクというかまあ香り。コクもないし、香りもないし、甘み、まあ甘みはまあ、甘みがあるってことでもないんだよな。ただ苦みがないんだよね。香りもないしね。まあ香りはまあ微妙としてもいてもまあ、これはほぼ買う価値はないですね。これは買う価値ないね。これ買うなら、あの、グリーンラベル飲んだ方が断然美味しいと思う。なんでお前発泡酒に負けるんだよ、ビールが。1321です。ご視聴ありがとうございました。